軍事予算をを、まあ、研究機関ににあまりお金を流せなななないいような形になってるじゃないですか例えばアメリカだったらリ、ね、まあ国防総省の株機関が数千億円規模の予算で基礎科学研究同じような研究をやってるんだけどアメリカとか中国は軍事予算を使ってくるんでお金の桁が違ったりとか働いて研究してる人たちの給料が低かったりとかしてそこでまた技術流出が起こっていたりとかして。 大量に出回ってるっていうのはすごくてまあ、逆にそれを使わずにこれだけ基礎科学研究やってる日本もすごいんですけど <laughs>